吉田さん、人間一寸先は闇ですね。確か昨年の今頃、2020年が明けて今年はこんなことをやるぞって言った方のほとんどができなかったんじゃないですかね。そしてその理由をおそらく多くの方が新型コロナウイルスの感染症拡大のためっていうふうに、言ってですね、とっつけて仕方がなかったんだっていうふうにしてると思うんですよ。でも新型コロナウイルスがなかった2019年はじゃあ目標達成できたんですかってことなんですよ。その時はその時で何かの理由付けでできなかったって言ってるんじゃないかなと思うんですよ。でも僭越ながらね、2020年やると決めたことに対して正直に真摯に向き合っていけば、どんな困難があっても自分の肉体がね滅んでない限りは、やってると思うんですよ。結果未達成でも行動はしてると思うんですよ。結果が思ったように得られないことも多いんですけども、そもそも行動を 100% やっていても 100% の結果が出るかどうかなんてまさに一寸先は闇なんですよね。 100% やって一発二発しか当たらないってことは結構あるんですよね。それが当たり前だというふうに自己評価をきちんと正確にしていれば、 100% やったから100点が取れるとか、悪くても70点だろうみたいな愚かな見識にはならないと思うんですよね。で、私は今チャンネル登録者数1万4000人いますけども、そのほとんどがここ3年とか4年で増やしたものなんですよ。で、ほんとつい5年前って、チャンネル登録2000人ぐらいだったと思うんですよね。で、ずっと発信してきてたマイナーなジャンルであった暗号通貨が当たり、 FX が当たり、持続化給付金みたいなのが当たりって感じで、本当にね、私がテーマを決めて動画発信した時っていうのは再生数なんてやっぱりどんなものも10とか20だったんですよね。で、それがなんか後からたまたま来たブームに押し上げられてチャンネル登録者数が増えたりとかね、それから再生数が上がったりとか、まさにそれだけなんですよね。何かを狙って当ててできるんだったら私はこんな動画量産してないわけですよ。それこそ10本作って1万回転何本か作るみたいなことをするんですよね。わかんないですよ。それは未だに再生数10とか20とか出てますからね。たまにね、1万4000人のチャンネル登録がいて再生数10、20とかですよ。でもそれでもやっぱり進めるわけですよね。で、結局これにコストがかかってなければできるわけなんですよ、トライアンドエラーが。で、どんなテーマだったら再生数が少ないのか、どんなテーマだったら継続して再生されるのか、チャンネル登録が増えるのか、どんなテーマだったら解除が起きるのか、こういうことはアナリティクスっていう非常に優れた分析装置が Google の YouTube の中にありますんで、これをつぶさに見ていけばいいわけですよね。で、昨年の9月あたりから現在に至るまでおよそ4ヶ月、私のやってきたことのほとんどは上向きで言ってたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、売り上げもそれに応じて出ていくっていうことで、もう全てね、その緻密に行動と改善を繰り返していけば、数字が結果が上向いていくことは確かなわけですよ。で、私が言いたいのはここからなんですけども、私は自分がうまくいったこととか検証してダメだったこと、それでもやり続けるってことを発信し続けることによって、今まで行動できなかった人にね、いろんな角度できっかけを与えたいと思うんですよ。だから今までできなかった人は今年こそやりましょうよと、1月1日2日からスタートしましょうよって呼びかけることもしてるんですよ。そうすると何名かの方が久保さんの動画を見てやることに決めましたみたいなことを言ってくださったりとかね、新年明けましておめでとうございます、塾生の何々ですっていうふうに連絡をくださった時に、じゃああなたには今年こんなミッションを与えますっていうふうにすると、始めます、やってみますっていうふうに、いわゆるね、久保さんに言われたからやってみるみたいな人がたまに現れるんですよ。私はね、それでもすごくいいと思います。ですんで、久保さんに言われたから、久保さんに怒られたから、久保さんに葉っぱかけられたから、しょうがなくやるっていうことで第一歩を踏み出せるんだったら、いくらでも私ね、ケツを引っ張りたいと思うんですよね。今年はそういうことにももっともっと力を入れていきたいと思いますし、やっぱね、できない人を待つっていうのも、ある意味いいんですけども、そうするとね、やっぱりきっかけってものは塾長以外に誰も与えてくれないと思うんですよ。それこそ身内が死んだとかね、なんかとんでもないことになったみたいなことが起きない限り、新型コロナウイルスがあろうがなかろうが、やらないやつはやらないということになりますので、私はね、万難を排して実行する、これをね、今回のテーマにしていこうかと思いますね。さあ、人間一寸先は闇、どんなことが起きても自分の人生をつかむのは自分しかいません。自分の人生を代わりに演じてくれる人なんていないんですよ。そういうことでね、今回の動画はしっかりと皆さんにきっかけを与えられるかなと思いまして、お話しさせてもらいました。吉田さん、じゃあ頑張っていきましょうか。2021年、本当になんかね、もうすでに今年もやりきったなって感じ、私も同じですよ。吉田さんがね、
今年やりきったな、もう終わったような感じですねって言われて、まるでね、私が思ってることを見透かされたような感じがして、ちょっと怖かったですね。でもね、このなんかシンクロする気持ちってのが、まあ私たちのリアルでしょうね。まさにダブルローって感じでございます。それでは行ってらっしゃい。